令和元年12月7日神戸王子スタジアムにて2019ディビジョン、X リーグ2019ディビジョン2ディビジョン3入れ替え戦ウエスト2クラシック、本日2試合行われる1試合目が行われます。1試合目になります。ディビジョン2ジェイスターズ、ディビジョン3愛知ゴールデンウィングスの一戦が行われます。試合開始11時30分キックオフ予定です。ただいまから試合開始までのコイントスを行います。手前側バックスタンド側になりますチームがホワイト、ディビジョン3代表愛知ゴールデンウィングス、奥側メインスタンド側になりますカラーグリーンのユニフォームがディビジョン2ジェイスターズです。この試合に勝利した方が来季のディビジョン2となります。ジェイスターズキックオフ、愛知リターンで試合が始まります。スペシャルプレー、しかしこれはミス。インターセプト、ターンオーバー、パス成功、ファーストダウン。タッチダウン、タッチダウン。クォーターバック8番、ワイドレシーバー9番にパスを投げ、9番これをキャッチアンドランでエンドゾーン飛び込みタッチダウン。ジェイスターズ6点獲得。オッケーパス成功、ファーストダウン。愛知ファースター、パス成功、ファースター。クォーターバック8番、ワイドレシーバー1番にパスを失投し、ファースターン獲得、攻撃権更新です。インターセプト、クォーターバック8番、右サイドラインへのパスでしたが、このパスを取ったのはジェイスターズ19番、攻守交代です。ターンオーバー、パス成功、ファーストダウン。クォーターバック8番、ワイドレシーバー9番にパスを通し、ファーストダウン獲得。QB スタート、クォーターバック8番パスを投じようとしましたがプレッシャーが集まり愛知の QB スタックに遭いました。4回目の攻撃失敗ですので攻守交代です。ターンオーバー、パス成功、ファーストダウン。キックレングス42ヤードスペシャルプレー、ホルダー17番フィールドゴールフェイクでパス、ターゲット88番にパスを通しましたが攻撃権更新には至っておりません。したがって4回目の攻撃失敗となります。攻守交代、ターンオーバー。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了、ハーフタイム。ここで前半終了、前半戦終了いたしまして、ジェイスターズ7点、愛知ゴールデンウィングス0点、ジェイスターズワンタッチダウンリードで後半戦に移ります。インターセプト、タッチダウン。
ーターバック8番サイドライン際のパスでしたが、このパスを取ったのは愛知14番、そのまま相手陣エンドゾーンまで駆け上がりタッチダウン。愛知6点獲得。もう決めろよ。パス成功、ファースター。パス成功、ファースター。クォーターバック8番タイトエンド91番にパスを通しファースターン獲得。攻撃権更新、ギャンブル成功。タッチダウン。クォーターバック8番ワイドレシーバー9番へのパス、9番これをキャッチアンドランし、エンドゾーン飛び込みタッチダウン。ジェイスターズ6点獲得。パス成功、ランニバック35番、トスを受け左オフタックルをつきました。ランニバック27番、ハンドオフを受け左オープン展開。ゴーゴーゴー。ファースター、ランニングバック35番、ハンドオフから左オフガード付近を駆け上がりファースターン獲得です。ゴー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 。おい、パス不成功。残念。クォーターバック8番プレッシャーを浴びながら右にロールアウトし、ターゲット12番にパス、しかしパスショート、フォースダウンと変わります。このパントチャージにより自陣脱せず、ジェイスターズ陣46ヤードでアウトバーンズ、攻守交代です。キュービーサーク。クォーターバック8番パスを投じようとしましたが、これをジェイスターズ1番がキュービーサーク。オープン、オッケー、ゴーゴー。パス成功、ファースター。クォーターバック8番ミドルゾーンへのロングパス、これを1番キャッチし、ファースターン、ギャンブル成功。インターセプト。クォーターバック8番ここでパスを投じましたが、これを取ったのはジェイスターズ18番、攻守交代です。ターンオーバー。中央へのランプレー、キャリア26番、ここでホイッスル。キュービーサック。愛知後半3回目のタイムアウトを取りました。パス成功、ターゲット7番フォースダウンに変わります。プレーナンバー4の31、愛知フォースダウンギャンブル。試合時間まもなく残り20秒を切ります。パス不成功。クォーターバック8番ここでワイドレシーバー1番へのパス、そこからのキャッチアンドランに期待しましたが、ファーストダウン、これがキャッチミス、4回目の攻撃失敗です。ので攻守交代です。ターンオーバー。2ダウン、時計を回します。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、ジェイスターズ14点、愛知ゴールデンウィングス7点、ジェイスターズの勝利、ジェイスターズ2部残留です。
ただいまからウエスト2クラシック勝利目録授与式を実施いたします。2019年度ウエスト2クラシックに勝利しましたJステージに目録を授与いたします。キャプテンはフィールド中央にお進みください。授与いたしますのはウエスト2クラシックのゲームスポンサーである株式会社テクノ重工の久美秀夫社長です。皆様盛大な拍手をお願いいたします。以上をもちまして、ウエスト2クラシック勝利目録授与式を終了いたします。ありがとうございました。なお勝利いたしましたジェットは2020年度もエクスクリームウエストディビジョンに所属いたします。